ロシアによるウクライナ侵攻は開戦以来半年を経て、ウクライナ軍の反攻が優勢になってきたよね。西側諸国から供与されたハイマースを駆使しての戦略がロシアに占領された東部と南部奪還の立役者になっていると思われるぜ。ウクライナは破竹の勢いだし、東部でももう少しで占領地域を奪還できそうな雰囲気だね。この厳しい現実をしっかりと見て、ロシアが引き際を誤らないでほしいと思うよな。そうだね。さて今回は東部スバトボでのウクライナのハイマース戦略について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年9月、ウクライナ軍はウクライナ北東部のハルキウ州の大部分をロシア軍から奪還したよ。17日時点ではハルキウ州とルハンシク州の州境に近いオスキル川西岸に到達し、一部の部隊はオスキル川を渡過、クピャンスクを奪還し、イジューム南側のドネツク州スブヤとヒルシクでも優勢に戦闘を進めているとされているんだ。さらに東南のドネツク州内を流れるドネツ川も渡過して、リマンの奪還を目指していると推測されていたんだけど、リマン周辺ではいくつかの集落をウクライナ軍が奪還し解放したという情報も入ってきているみたい。ルハンシク州のガイダイ知事は17日、テレグラム上にロシア軍はオスキル川東岸の防衛を固め、ルハンシク州スバトボに部隊を集結させているという内容を投稿したよ。イギリス国防省もルハンシク州スバトボはロシアのベルゴルドから、ルハンシク州及びドネツク州東部ドンバス地方への輸送路の中継点として死守しなければならない重要な要衝。スバトボを失えばロシアの東部ドンバス地方解放戦略が崩壊する可能性がある。ロシア軍はオスキル川東岸とスバトボの間に防衛ラインを構築しているという指摘を発表しているね。翌18日、ロシア国営メディアはスバトボがウクライナ軍の攻撃を受けているとして、この攻撃はアメリカから供与された M142 高機動ロケット砲システムハイマースによるものと報じたから、西側諸国の注目が集まることになったんだ。戦術的にもスバトボを経由してベルゴロドからクレミンナ、リシチャンシク、セベロドネツクへ至る補給路にはハイマースで狙いやすく、ロシア軍のウィークポイントになると見られる橋がいくつかあるんだって。そのため、このルートを立てば、リマンからリシチャンシクにかけて展開している。ロシア軍部隊への補給が滞る可能性が指摘されているわけだな。ハルキウ州では奇襲とも言えるウクライナ軍の突然の攻撃に驚いたロシア軍が、戦史上最大の汚点と呼ばれるほどの外装ぶりを見せたんだけど、時間とともに落ち着きを取り戻したようで、バフムート近郊ではロシア軍の攻勢が強まっているという見方もあるんだ。ということは、快進撃を続けてきたウクライナ軍のスピードは落ちているってことだね。ウクライナ軍の心づもりとしては、ハルキウ州を奪還した余勢を買って、ドンバス地方全域ルハンシク州とドネツク州も奪還したいと考えているだろうね。しかし、西側諸国の支援のおかげで戦力が増強されたと入っても、ウクライナにはさらに攻勢をかけるほどの余力はないと見られているんだ。南部のヘルソン州ではドニプロ川対岸の補給路や軍需物資集積施設をハイマースで攻撃し、ロシア軍を弱体化させたけど、その手法と同じくオスキル川とドネツ川対岸の補給を切断して、ロシア軍部隊を弱体化させていく計画ではないかと見る向きが多いみたい。9月19日、前日のガイダイ知事はウクライナ軍が、ルハンシク州リシチャンシク西方 10km のビロホリフカという集落を奪還したと SNS 上で発表したよ。知事はルハンシク州の解放はハルキウ州より困難になると見越した上で、それでもウクライナ軍はルハンシク州において近く本格的な反撃を開始するだろうと語っているね。知事の発言が事実とすると、ウクライナ軍はリシチャンシク奪還に向けて足場を確保した形になり、7月に制圧されたこの市の奪還の可能性が見えてきたとも言えるな。また、知事はウクライナ軍が要衝であるリマンを包囲しつつあるとも伝えているから、ウクライナ軍がドンバス地方奪還に向けての体制を整えつつあると考えても良いと思うぜ。ウクライナ軍が今後スキル川東岸からスバトボ奪還を狙うにしても、リシチャンシクとセベロドネツクの奪還を狙うにしても、またはリマンを奪還して足がかりにすることが鍵になるだろうね。リマンはバフムート奪還作戦にも重要な位置を占める要衝だから、リマンの攻防戦が東部戦線全体の鍵を握っていると言っても過言ではないと思うよ。一方のロシア側だけど、見くびっていたはずのウクライナ軍の進軍スピードに焦りを感じているみたい。ドンバスの主要部を実効支配している新ロシア派武装勢力の自称ドネツク人民共和国と、これも自称ルガンスク人民共和国の大統領府の諮問機関が19日、二国でロシア編入の是非を党住民投票を早期に行うよう主張に勧告したんだって。これを受けた両国の主張たちが電話会談を行った結果、住民投票の実施へ協力することを確認したとロシア国営タス通信が伝えているよ。この2国はドンバス地方全域をロシア軍が制圧してから住民投票を行う予定だったようだが、
戦況が膠着していたから、当初は9月に予定していた投票を延期しようとする動きが出ていたな。しかし、ロシア軍がドネツク州制圧に手こずっている間に、ウクライナ軍の反攻を受け、前線を大きく東に後退させる羽目になっただけではなく、あらかた制圧していたはずのルハンシク州の支配が脅かされつつある状況になってしまい、ロシアはドンバス制圧を待たずに、南部ヘルソン州とザポリージャ州を加えた4州で9月23日から27日までの間、どんな形になるとしても結果はたった一つ、つまりロシア編入賛成多数しかないと、見え見えの住民投票を行うと決定したぜ。その結果を根拠に、すでに占領している地域をロシアに編入するつもりってことだね。この住民投票について、ロイター通信が報じたところでは、前大統領であるメドベージェフ氏は SNS に、ロシア領土への侵入は犯罪であり、自衛のため全ての力を行使できると述べ、4州がロシアへ編入した後は我々の反撃可能という意図をちらつかせながら住民投票を支持する投稿をしたよ。ラブロフ外相も同様に、特別軍事作戦の開始当初から、我々はそれぞれの領土の人々が運命を決めるべきだと言い続けてきたと主張し、ロシア主導の住民投票が正当であるという意見を述べているみたい。屁理屈をこねているが、要するに4州をロシアが併合するためのお墨付きを住民投票という形で奪おうというわけだな。西側諸国で広がりつつある見方は、プーチン大統領はこれら4州を強引にロシア領に編入し、そこを攻撃するウクライナ軍をロシアの存在を脅かす国家とみなし、正式に戦争宣言をして、戦術核兵器などを使用するための口実にしようとしているというものだね。たった一人の巨大権力を持つ人間の行動で、世界が破滅の道を歩まされることへの懸念が世界中に広がっているな。そのプーチン大統領は、ロシア軍の慢性的兵力不足に今回の敗戦で拍車がかかったことを受け、部分的とは言いながら国民の動員に踏み切らざるを得なくなったってわけだ。ショイグ国防相は30万人の予備役が動員対象になると説明したけど、西側諸国の軍隊基準に照合すると、ロシアの予備役は十分には訓練されていないと言われているよ。今後、動員される予備役が即戦力になるとは考えにくいし、たとえ動員したとしてもむしろ戦況はロシアに有利に転換することはないだろうという見方が大勢を占めているみたい。動員令が発動されるまでのロシア国内では、ウクライナへの侵略戦争と自分たちの日常生活を結びつけられない人が多く、いわば別世界の話として考えてきたみたいだけど、部分的とはいえ、今回のように動員令が発動されたことによって現実を突きつけられたということになったはずだよ。ウクライナ侵略戦争と自分たちの日常生活が固く結びついてしまったことを機に、ロシア国内で反対運動が起こり始めたと西側諸国にも伝えられているな。こういった反対運動には、これまでのように警察などによる強圧的手段で取り締まりを行うと見られているけど、部分的動員令の発動がきっかけになって、現在は 80% という驚異的な支持率によってプーチン政権が支えられてはいるけど、その支持基盤も少しずつ弱まっていくのではないかという推測も広がっているらしいね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。